はい、ジーンさんに何でも聞いてみよう、イエーイ。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。市会議員の松本のり子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ年の瀬ということでですね、うん、私まあカンドラ初心者ですが、松本さんからいろいろお勧めされて見てみまして、はい、まあベスト3などを発表したいなと思います。はい、はい、ちょっとお互いのベスト3を発表しましょうかね。はい、はい、私の3位は、うんうん、迷ったんですけど、はい、ウヨンウも良かったんですよ。ウヨンウ弁護士は天才者でも良かった、はい、しかしまあ3位、これかなっていうのが、今日もあなたに太陽を、精神科ナースのダイアリー、はい、はい、前回喋ったやつですね。なぜならここには素敵な肛門会が出てきたからですね。ちょっとウヨンウのジュノさん、もうスーパーダーリン系じゃないですか、本当にね、すごく素敵なスーパーダーリンですが、まあ私は個人的な好みとしては、の肛門会がすごく刺さったっていう違いで、こっちの精神科ナースのダイアリーになったんですけれども、まあとても面白かったので、うん、前回のですね、あれですね、ラジオも聞いていただけたらと思います。はい、で、2位、ダラ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 、2位は、ポーン、こんなんじゃなかったかな、ポーン、はい、クイーンメーカー。ああ、クイーンメーカー、はい。クイーンメーカー面白かったですよね。面白かったですよ、うん、怖かった。女の人が怖かった。どの女の人でしたっけ、怖い女の人いっぱい出てきますけど。一番怖い人。うん、あれですかね、財閥の、ケイウンスクみたいなの、なんか財閥の女社長ですよね。うんうんうん、そう、そうなんですよ。これもまあ、めっちゃ悪い財閥が出てきて、うん、その婿殿が出てきてっていうやつなんですけど、ソウル市長選にね、うん、その人権派弁護士が出て、うん、それを、まあ、シスターフットでですね、こう、戦い抜いていくみたいな話だったんですけど、まあ、今年の4月、私、自分も神戸市で、松本さんの選挙ボランティアやってたじゃないですか。だから、選挙っていうのが身近だったので、そうか、こうやってみんな人殺してるんや、みたいな。殺してはない、殺してはない。なんかやっぱ選挙の、なんか難しいですね。本当は政策で戦いたいのに、結局なんかこう、デマを流したり、ね。そうだよね。何でもありやったね。足の引っ張り合いでしたよね。韓国ね、何でもあり。そうそうそう、何でもありな感じで。まあ、でもこれは一番、あっという間に見たって感じ。そうですね。これめっちゃなんかこう、すごい、引きつける力すごかった。うん、だって女優さんがすごかったもんね。うん、市長選挙候補者のあの女性の。オギョンスクさんでしたっけね。うん、すごいよく覚えてる。そう。魅力があることあること。なんか、ほんと屋上で、もう、その辺にうんこしながら、なんかこう、労働者のために戦うみたいな。そう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 、そして労働家を。歌ってね、労働家を歌う。いや、労働家めっちゃ胸熱でしたよね、あれ。ね、そう。なので、このクイーンメーカーは本当一気見してしまうような、うん、引っ張る作品で面白かったです。はい。で、1位もこれダントツ。はい。ダントツですね。はい。DP 脱走兵追跡官です。ございます。DP。はい。松本さん、怖くて見れなかったんですよね。そうなんですよ。暴力と軍隊が嫌いなんでしたっけ？そう。そう。私も別に暴力と軍隊が大好きってわけじゃないんですけど。いやー、これは、そうです。まあ、韓国には兵役があって、その兵役から脱走する人を追跡するっていう人が実際いるらしい。これ実話を元にした漫画が原作らしいんですけれども、うん、まあ、面白かったですよ。特にね、チョンヘイン。ああ、はい、はい。はい。チョンヘインさんが、まあ、主演で、で、バディーものなんですね。その先輩の、一緒にこう、二人でやっていくっていう、このバディーものがね、こう、ちょっと、何もないところから、こう、二人の関係性を嗅ぎ取るというのが一番好きなので、まあ、とにかく良かったです。あと、まあ、やっぱ、いじめも考えさせられたしね。そう。軍隊の中のいじめですか？軍隊の中のいじめですね。そう。だから、あれですよね。その、兵役があるのとかも、まあ、朝鮮戦争がまだ休戦状態だとかも、もともと日本がこう、植民地支配してたとか、やっぱそういうこともちゃんとこう、思いを巡らせながら、だからそこにはやっぱり日本だって加担してるんだな、みたいなことを思いを巡らせながら見ましたけども、まあ、本当、何ですかね、こういうドラマが作れるのがすごいと思いました。そうね。うん。日本だったら、こう、なんか自衛隊、青春みたいな、若者みたいな、そうね。ちょっとプロパガンダみたいなやつが多いじゃないですか。じゃ海猿系のなんかね。でもちゃんとこういうその闇みたいな、その、徴兵制の闇みたいなものに、しっかりこう、何ですか、切り込んだみたいなやつが、すごく見応えがありましたね。うん。という私のベスト3でした。はい、松本さんはどうですか？はい、私はですね、うん、ベスト、まず3番目。3番目。はい。イシ・チャ・ジョン・ソク。めっちゃ言いづらそうやけど。イシ・チャ・ジョン・ソク。はい。はい、これはね、うん、高学歴の女性がね、お医者さん
インターンまでやってて、うん、で結婚して赤ちゃんができたからいうことで辞めちゃうんですよ、スパッと。おー、そして松本さんもなんかあれですね、うん、自分が被りますよね。はい。で、専業主婦になっちゃうんですね。うんうん、で、専業主婦になって20年。うんうん、で、その間に夫は浮気して外に子供を作って。あら、ひどい。うんうんうん、で、子供たちはそれぞれにまあ一生懸命大学受験したり、うんうん、医師になったりで、お母さんのことなんて、なんか本当にもう、お手伝いさんみたいに扱うわけ、うんうん、でまあ自分はこんなんでいいのっていうことでで頑張って医師に復帰してね。おでその時に最初誰も応援しないわけですよ、家族は。はあ、ひどい。うん、うん、なんでお母さんそんなわざわざそんなするのみたいな。おでもいてこう自分を取り戻していくんですよね。ですよね。うん、うんうん、そこがなんていうのかな、くじけないで、うん、何歳でも自分はやろうと思えば頑張れるって、うんうん、で最終はね、最後はあ、最後、ま、ネタバレまではしてはダメですよ。そこそこ、はい、とにかくさて自分を取り戻して、うん、ご自身の開業医でこう幸せにというのか、うんうんうん、自分の人生を見つけていく話なんですね。お、うん、そうですよね。だからそんなに高学歴で医師免許まで取っても結局その韓国社会でその、うん、子供産んだら両立ができない、辞めざるを得ないって本当日本も被りますよね、うん、そうそうそう、うん、ね、同じような映画で1982年生まれ、あ、キムジヨン、そうそう、うん、あれも同じようなね、そうですね、そうそうそう、キムジヨンもね、た途端にね、なんかこう鬱になっちゃうのよね。そうそうそう、社会から離されたみたいな感じ。そうなんですよ、うん、キムジヨンはその本当に82年だったっけ、83年だったっけ、うん、なんか本当にその時に生まれた一番多い名前なんですよね、うんうん、なんか山田智子とかそういうわかんないけどそういうなんか一番多い名前で、うん、でだからこう本当にリアル、韓国女性のリアルっていうの、うん、そこまで来るのもずっと、例えばこうお父さんは息子ばっかりひいきするとか、なんかそういういろんな、なんか例えばストーカーにあってもお前が悪いって言われるとか、うん、なんかそういうもう女性、全ての女性がこうで、うん、経験してるようなことを書いててリアルなんですよね。だからまあ今の韓国のある意味これが真実、うん、真実なんだろうなと思いましたね、うん、そして日本もね、うん、でもジェンダーギャップ指数で言ったら韓国の方がまだ上ですからね、もっと下からねっていう、もっと下だからね、そうなんです、うん、主にね政治がね、日本は本当に女性議員の少なさだったりとか、そうそうそう、韓国はやっぱクオータ制を作ったことによって女性議員はどんどん増えていってるので、日本もっと下、日本はどっちかって言ったら、ね、アフガニスタンとかに近いので政治分野で言うと、はい、もうサウジアラビアより下だよって感じなんですが、残念ですね、はい、残念すぎます、はい、書いていきましょう、はい、はい、じゃあ2番目がね、2番目は良くも悪くもだって母親、だって母親、うん、うん、これはね豚小屋、豚を飼ってるお母さんが、田舎でお母さんが自分の夫を、ま、悪い人にこう殺されたんですよね。おで貧しいからこういう目に遭うんだいうことで、お我が子はこんな貧しい思いを、暮らしをさせたくないことで、うん、もう本当にもうスパルタ教育で子供を育てるんですよ、うん、韓国っぽいですね、そこもでしょ、うんうん、もうお腹いっぱいご飯食べたことないと、お腹いっぱい食べたら眠っちゃうから勉強できないからってね、もうそんな風に教育虐待ですね、そう、うん、育てて、うん、まあおかげさまで検察官になって、うんうん、でその時にまあ息子は復讐をして自分の父をね殺した人が誰かということを探していって復讐をする、うんうん、でそのためには、まあ、韓国の殺人犯って悪い人ってさ結構金持ちの人がね雇ってやるから、うんうん、結構怖いじゃないですか、うんうん、いや日本もそうかもしれないけど、ね、だからね、うん、自分の好きだった人とかを全部こうと遠ざけていくわけ。自分を悪い人間に仕立ててね。うん、周りをね、こう、巻き込まないために。巻き込まないために。うん、で、そうやってって、まあ、ちょっと記憶喪失にね、事故でなって、うん。で、7歳の子供になっちゃったわけね、記憶喪失でって。うんうんうん、で、お母さんがそこでも反省、自分のやってきたことって本当に、この子にとって、本当の幸せじゃなかったということに気がついて、うんうん、で、7歳になった30ぐらいの子供を、と一緒に子育てを始めるんですよね。おーおーおー、うん、でもう一回子育てをし直すみたいなね。そうそうそう、もう、うん、そっか、お母さんも本当の母親っていうものをこう目指していって、うんうん、
それがすごくこう、まあ、微笑ましいというのがあったかいというのかね、うん、最後記憶も取り戻して、まあ、最後はね、うん、幸せちゃんちゃんちゃんで終わるんだけども、でも最後までほっこり見れるって感じですよね。そうそうそう、珍しいですよね。なんかあのクイーンメーカーとかも最後の最後までなんか地獄が続く、なんかねでも、まあ、それが面白いんですけど、うん、まあ、それほっこり系なわけですよね。そうそうそう、うんうん、でそのやっぱしここはこれも一つの韓国社会表してるんでしょ、うん、スパルタ教育で子供をとにかく賢い子に育てないと、うん、高学歴ね、韓国では生き残れないという、うんうんうん、高学歴でも生き残れないよね。そうなんですよ ね、うん、やっぱこの前のその誰か精神科ナースのやつでも、うん、ね、結局もう勉強しても、うんうん、いい大学校出ても就職できないと、ね、だからもう公務員試験を受けるけど8回落ちてるとか、もうめっちゃ辛かったですよね。あと1点か2点で受かってる、そう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 、そんなところでずっと8回も落ちてるから、あの諦めつかないって言ってたもん ね、でちょっと病んでしまうみたいな、うん、だからもうそのいい大学に入ったって就職できないとか、うんうん、なんかこれは私あんま詳しくないんですけど、やっぱり日本ってその新卒一括採用があるじゃないですか。だからそれは悪い面もあって、やっぱそのルートから外れちゃうとしんどいみたいな、ただその良さもあるらしいですよ。なんかあんまり韓国とかアメリカってその新卒一括採用っていうその文化がないから、うんうん、本当になんていうの、実力で入らないといけないから、こうインターンをやったりとか、こう留学したりとか、本当もう、うんうんうん、やっぱだから実力だけってのしんどいですよね、うん、ある程度日本みたいにこう100人取りますとか、この大学から取りますとか、ね、そういうのがないのも、うん、なるほどなと思いました。なんかね、なんか救う道はないんでしょうかね。だってみんな優秀なわけないじゃないですか。でその優秀って何っていう話だし、うんうんうん、世の中にはいろんな仕事があって、みんないろんなこと技不得意もあって、だから、うんうん、辛いなっていう。じゃあ1位は、ね、はい、1位はそれも当然、はい、当然伊集院さんが伊集院さん推しのね出ているね、アラムンの剣ですね、はい、今、うん、いやこあのアラムの剣、アラムンっていうね、アラムン、ほう、うん、あの昔のね大陸の中のこう戦いなんですけれども、おうん、なんていうのかな、まなんでいいかといえば、いやこれは全然普通なんですよ、うん、もう戦って最後に国を取るというね普通じゃない、普通じゃないから古代の話だからね、古代の話だからね、古代って、うん、そもそもいつぐらいなんですか。それはね、わからない、書いてないから。あ、そうなんや。うんうん、そうそう。なんか、三国史っぽいイメージ。もっともっと昔違うかな。三国史だいぶ昔ですよ。でも、それぐらい昔なのかな。紀元前なんでしょう。わかんない。とにかく、めっちゃ昔。ごめんなさい。うん。めっちゃ昔。ファンタジーな世界。おお、うん。でね、なぜ、伊集院さんのこのアラムンの剣がいいかといえば、うん、まあ、双子を、こう、上手に、使い分けて熱演してるんですよね。おー、伊集院さん。うん、そうそう。で、伊集院さんはこれまで彼が出たの全部見ましたけれども、うん、年々やっぱりこうすごく演技力もすごいし、おで、アクションももうすごく冴えてるんですよね。冴えている。うん、おアクションは自分でやるからね、頑張って。うんうんうん、だからロープで吊られて、こう、うん、空中で弓をバーッと行ったりね。おもうすごい。なんかあれですね、猿之助歌舞伎みたいな、スーパー歌舞伎みたいな、もっとすごい、もっとすごい。うん。だって、宙吊りで。うん。炭水化物ダイエットしてるから。詳しい。炭水化物抜きでしょ、多分。炭水化物だけ食べたら太りますよ、多分。抜くやつね。抜きダイエットしてるからね。うん。だから、そこまでやらないと、やっぱし、韓国俳優さん、うん、トップの座をずっと保っていくには、なるほどね、厳しいやろなと思って。伊集院さんがすごいってことですね。うん。うんうん、だからそこまでやらないと、ストイックにやらないと、保てない、韓国俳優の実情。うんうん、実情、そうね。層も厚いですからね。うん。うん、松本さんが伊集院さんのファンミーティングに、ソウルのやつかな、はい、行った時の写真見せてもらっても、私、自分こんな笑顔できるんやと思ったって言ってらっしゃるんですか。もう選挙の写真に使ったらいいんじゃないですか、ポスターに。選挙ポスターに。なんか本当に笑顔だったでしょ、私。めっちゃいい笑顔でした。ね、うん、あんな見たことなかったでしょ。こんな笑顔夫の前でしたことあるかしらとか言ってましたよね。もう弾けるような笑顔でしたね。寿命がだいぶ伸びたんじゃないですか。うん、だからね、本当に人を幸せにする力を持ってる彼は。すごーい。そっか、うん。ドラマから離れますけど、この話も面白いんですか、このアラムンは。そうでもないの。そうでもないんかいな。まあでも、双子役だったら2倍見れますもんね。絶えず画面に出てくるから。どっちかな、音とかはありか、どっちかで出てるから。どっちか出てくるから。はあ、そうですか。うん、まあ、話は普通。うん、話は普通。だから、でも1位なんや。伊集院が好きな人はこれを見たら、うんうん、もう彼の今の
最高。彼の最高。うん、最高の、うん、あの演技力が見れるし、アクションも見れる。おー、うん。今の一番の最高ですね、これは。最高の彼が見れる。うん、話は普通。ということなんで、皆さん、アラムもですね、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。はい、そうですね。私、昨日ちょうど見終わったのが、シスターズ。うん。うん、これもね、まあ、良かったですね。ちょっと3位に入ってもいいかなぐらいのやつで、うん、これ多分、お嬢さんという映画が、見ましたお嬢さんって。お嬢さん見て。お嬢さんね、ちょっとエログロな感じなんですけど、うん、まあ、でもすっごくもう、もうザ・シスターフッドみたいな、フッドみたいなテーマなんですけど、まあ、それの監督か脚本か忘れたんですけど、うんうんうん、だから、すごい映像も良かったし、うん、まあ、これも本当なんかシスターフッドなんですよ。うん。で、なんかね、もともと現代が若草物語の、うん、リトルウーマンかなんかなんだけど、うん、ウィーメンか、うん。で、それが韓国語の現代になってまして、だから、若草物語の姉妹がもし韓国で、今、現代の韓国にいたらみたいな。なので、その貧しい家庭に生まれ育った三姉妹が、大金をめぐって権力者の陰謀に巻き込まれていく、みたいな話で、面白かったです。そう、シスター。ん？シスター。シスター、シスターズ。お母さんが悪い人だったでしょ？そうそう、だからね、その辺がやっぱり全然若草物語と違って、うんうん、若草物語ってめっちゃいいお母さんに、なんか牧師のお父さんみたいなね。うん、そうじゃなく、なんか娘の給食費を持ち逃げするような、ね、そう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 、めっちゃ悪いお母さん。それだけでもなんか嫌になってた。一話の時に、ね。私もあのお母さんその後ほぼ出てこないから。ああ、ほんと？そうそう、あのお母さんもほぼ出てこずに、このシスターズの話になるんですけど、うんうん、まあ、あれですよ。やっぱり、もう貧困を描いていて、前は、もう、なんか、日本もすっごいね、新自由主義で経済格差どんどん開いてるけど、韓国、マジえげつないですよね。ね、財閥みたいな大金持ちか、もう、すごい、貧乏な庶民かみたいな。なんか、半地下に暮らす。そうそうそう、パラサイト。ね、うん。あれ、どうやって半地下の家作れるんやろね。あれはね、やっぱり軍事政権だったじゃないですか。だから防空壕みたいに、そのシェルター的に半地下を作ってたのを今貸してるらしいです、安く。うん。だからあれもやっぱりなんかその戦争が関わってるっていうのをね。あと、私読んだんです。茨城のり子さんの本で読んだんだけど、うん、韓国ってこういう食器が、なんていうの、金。アルミ。そう、アルミでしょ、うんうん。あれもやっぱり、テロ、何戦争の時に持っていきやすいように。うんうん、割れないようになるほど、ね、っていうのもね、見ましたね。そう、だからやっぱそこにもその戦争とか、うん、その軍事政権の影響っていうのがすごくあるみたいなんですけど、うん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 、このシスターズですね、まあ、とにかく、こう、大体、ああいう大金持ちの権力者で、またこれも夫が市長選に出るんですよ。大体市長選出ますよね。めっちゃ人とか殺しまくって。市長選に出て、で、その妻が、またその大罰の御令嬢みたいな、うん、その妻が行かれてる。なんか行かれてる人しか出なくないです、なんかナッツ姫的な。いい人おらんのかいって思いますよね。本当にね、もういっぱい行かれてる人ばっかりなんやろね。そう。ま、現実は行かれてないかもしれないんだけど、やっぱりま、すごい、やっぱ怨念があるんでしょうね。あ、だからもうそういうのをこう、行かれてるのを出したいっていうのもあるんだと思うんですけど、ドラマで描きたいっていうのもあるんですけど、まあ、すごく行かれ妻がもうすごいんですけど、とにかくですね、これもシスターフッドです。うん、この三姉妹の長女とその会社の先輩のその友情っていうのもあれば、三女が絵描きを目指すアート系の三女とその女友達の高校生かなのそのシスターフッドとかも、とにかくね、やっぱりね、それが激アツなので、シスターフッド大好き人間なので、まあそれがすごく良かったですね。うん、で、まあその700ウォンという、日本円で言うと70億ぐらいのお金をめぐっての、まあなんか本当ジェットコースターで、こうもうミステリー、サスペンスだから、まあすごいどんでん返しとかもあるので、すごくこれも一気見できるようなものなんですけど、その中でこう、お金は悪魔です、みたいなセリフが出てきて、新自由主義はでもお金は神じゃないですか。だからやっぱりこう、すごく金に翻弄される人々みたいな、なんか、でも私全然わかんないんですよ。なんか、こう、金とか権力、その市長になりたいとか、そのために人を殺すとか、なんか、私、なんだろうな、総理大臣になってって言われても、いや、もういいですって断るから、なんか、権力に、すごい、貪欲な人の気持ちがわかんないんですよね。共感ができない。どう思います？なんか、韓国、誰かに聞いたんだけども、うん、こう大統領ね、これまでいっぱいいっぱい何、もう全部汚職にまみれて。汚職してますよね、うんうん。で、大統領だけじゃなくって、親戚一同も汚職に。汚職してますよね。うん、だから、多分そういう位置についたら必ず、来るんでしょうね。おお、なんか持ってお金持ってなんかしてほしいとかいうのが、逆に清廉潔白な人がなれないんでしょうね。立場まで。
ああ、うん、そこまで上り詰めるのに。にもう金、ね、もう遅くにまみれないと。お金と力、そうそうそう、うん、派閥、うん、そういった中でお金がないと派閥の上にもいけないんでしょうね。自民党も似たようなもんやろと私は思いますけど、裏がね。うん、ね、あんな汚いことして。そうそう。あんなんがでも日常茶飯事なんじゃないの、韓国って。まあね。日本も人のこと言われへんぞって言われそうな気がしますけど、うんうんうん、いやでも何ですかね、こう70億でみんなこう命をこうかけてですよ、こう戦うわけなんですけれども、うんうんうん、70億さもくれるって言ったらもらうけど、そんなむっちゃ欲しくもないと思いません？むっちゃ欲しいですか？いやいや全然だってそんなお金もらったって何に使っていいか分かんないし。そうで考えてたんですよ、私は70億あったら何をするかなって思った時に、あ、はい、まあよくそういう想像はしてるんですけど、まずあの外に出ない、ずっと家にいるから、こう服とかバッグとかが、うん、いらないいらないし、うん、もう最近なんかちょっと1ミリの締め付けも無理になってきて、なんかワンピースとか着れないんですよね、ジャケットとか。もうなんかそのまま、ね、寝れる服とかじゃないと、はいはい、そうなりません？なんか締め付ける服とか無理になってきません？いやもうそれはゴムですね。ゴムですよね。でもタイツとかも、なんか前は着圧のね、こうギュッと履くタイツとか持ってたけど全部捨てた。もう今の妊婦さんもいけるのは 5L みたいな。そしたらずれてまたなんか股の間の隙間できてくるんですけど、まあ何の話かというとですね、まあ、そのピチピチの服も着れないし、うんうん、あと1センチのヒールも無理。なんか命取りじゃないですか。今転んだら。しかも階段の下りとかめっちゃ怖いし、ね、うん、ってなったらヒールも履けないし、うん、その、うん、今すぐ寝れる服しか着れないってなったら、おしゃれな、うん、なんかブランド品とかまず欲しくない。うんうん、で、もともとあの、アクセサリーとか興味がない。うん、ってなると、いらんよな。いらんよな。って思ったり、うんうん、その、あと何やろう。まあ、旅行も長時間移動するともう座骨神経痛なので長時間移動が無理なんですよ。だからもう国内でいい。国内でいいので。だそう考えると別に贅沢にもともとそんなに興味がないのでとかですかね。だからその、まあ、フェミニズムカフェをやりたいとかね、うんうん、あのやりたいっていうかその、うん、誰かやってくれへんかなとか、うんうん、そのなんかこう女性が安心して暮らせるようななんかこうシェアハウスをやりたい、誰かやってくれへんかなとか、うんうんうん、そういうのはあるんですけど、夢はね、そうね、物欲はないですよね、うんうんうん、って思うんですけど、どうですか？いや、ないですよ、もう。もう、そら、67歳になったらいらんでしょ、もう。まあ、あれですよね、あの、介護施設入るお金とかですよね、置いとかなくて。いや、それはもう入らないで元気に暮らしたいから。そうですね、それが一番、ね、うん、家で最後までピンピンコロリ。そう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 。うん。で、あとはさっきおっしゃったようなね、うん、私も、なんか施設作ったり人助け的な、うん、なんかね、うんうん、子供食堂してみたいなとかね、うんうんうん、そういうお金ぐらいはね、そうですよね、でも、うん、70億いらないですもんね。そうそう、いやそうなんですよ、私も例えばフェミカフェをどこか借りて開くにしてもって全然70億とかいらないっていうか、ね、そうそう、まあそんないらないと思うと、うん、なんだろうな、でも、まあ、自分がこう苦労してた時代とかだったら、うん、まあ欲しいけど、でも70億もいらんわなって。いらんわね、うん、想像つかないもんね、70億って、うん、どんなものに使えるのか。そうなんですよね、うん、でなんかこの中でそのすごく次女はテレビ局の記者でものすごく勉強もできて、そう正義感が強くてすごいかっこいい次女なんですけど、やっぱりお金がないから留学できなかったと、うん、でその幼馴染にそので自分は留学するのが夢だったけど、幼馴染はお金持ちの幼馴染でこう暇だから留学しようかな、君も来いよみたいなこと言われて、なんかあれでどんだけ私が惨めだったかみたいな話をして、うんうんうん、そういうのは分かるんですよ、うん、こうお金がないからこうできないこと、その大学進学とか留学とか勉強とか、それはねすごく分かるんですけど、でもこれも70億もいらんよなっていう、ね、うん、っていうような、そのちょっと自分は70億欲しいかとかあったら何するかとか考えてみる考えてみるのもちょっと面白いなと思いましたね。もうテーマが完全に金っていうテーマなので、うん、やっぱそれで人生が狂っていくっていうのがものすごく面白かったです。うん、ね、やっぱしお金っていうことは今の韓国社会にとっては結構インパクトあるんでしょうね。新自由主義ですからね。本当やね。なんか何回も出てくるのが、その、どん底から一番高いところに登ってやるみたいなことを言ってて、まあ、それ新自由主義じゃないですか。うん、要は弱肉強食の競争社会でも、
結局高いところに登るってことは誰かを蹴落とすから誰かは下に行くわけだから、そんなみんなしんどいやんって、うん、いつまでもこう登り続けないといけない、そんな社会自体やめようよって思いますよね。ね、うんうん、かつてはね日本もすごくそれがひどかったけれども、今その登り詰めたってこんな程度かみたいな感じで、えでもかつての方が一億総中流だったんじゃないですか。あそうか、今格差社会ですよ。そうだけども多くの人がそれを望まないでしょ今。あてっぺん取ったるみたいな、うんうんうん、まあ諦めますよね。そうね。ね、昔はなんかね、頑張ればいい会社に入れば、うんうんうん、うん、いう感じで、うん、女性も頑張って高学歴になっていい男の人、その高学歴の男性と結婚すればね、うんうんうん、よく言われましたやん。参考みたいな。はい、あのうん参考。ほんであとババなし、ああ皮付きみたいなのありましたね、懐かしい、ね、昭和の、まあでもその夢が夢あのなんていうんですかね、崩れたというか、結局その大企業に入ったってリストラにあったりとか、うん、別に幸せじゃないし、うん、その女性だって結婚したって3組に1組は別れるし、その結局経済力がなかったら DV されても浮気されても別れられなくて不幸みたいなことを親の世代で見てきたから、もう別に結婚も幸せじゃなければだから大企業に入るのも幸せじゃないっていうことに気づいたんでしょうね。でも結婚しない人も増えてきたし、うん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 、そういう意味では韓国よりも先に進んでるのかも分かりませんよね。なんか韓国の方がもっと競争が激しいんだと思いますよ。そうか、激しいから、そうそう、あとまあ兵役もあるしね、そうそう、だからやっぱすごくストレスの強い社会だと思いますね、うんうんうん、まあ、その分こうフェミニズムも盛り上がってるっていうのもありますけどね、うんうん、そうだな、うん、でも政治で言ったらこう政治っていうか、さっき言ったようにそのあれですよね、女性議員がこう、うんうん、あのクオータ制によって増えたりだったりもそうだし、うん、こう変化は早いじゃないですか、うんうんうん、その国民がちゃんと声を上げるみたいな、そうだね、うん、それがすごいですよね。そう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 、なんか民主主義は日本よりも発達してるかな、うん、それはやっぱ自分で勝ち取ったからでしょうね、軍事独裁政権だったから、日本人はそうじゃないので、う、ねうんね、でも私たちってあの 85% ぐらい農民だったんですよね、うん、だからあのちょっと一揆をしてた時代思い出せみたいなのそういう一揆とか米騒動とか打ち壊しとかそうなんですよ、そういうの得意なはずなんですけど ね、そう DNA にあるはずなんですよ、一揆の、うん、忘れちゃってるのかな、そうそうそう、ちょっと思い出せっていう感じですけど ね、うん、本当そう、そうなんですよ。でも本当あのこのシスターズはですね、すごくこうあの女性同士の絆っていうのがもうこれでもかという感じで出てきますので、あの面白いので12話、うん、ぜひ見てみたら、はい、あのいいかもしれません、はいですね。そんな感じで今年もいろいろ見ましたね。そうですね、また来年も見ましょうね。松本さん怖いのはイカゲームとか見れないんですよね。あもうダメだ、暴力が苦手、うん、そうそうそう。次何見るんですか。次、うん、まあ今までちょっと当分あの伊集院さんのなんかを見直してるからあそっか、伊集院さんのドラマ大体10回ぐらい見るんですよね、うん、もちろん、はい、もちろん見るんや。その都度その都度このあの出てきたら、画面が出てきたら何を喋ってるかが分かる、うん、そうね、セリフも全部覚えてるってことね。そういいですよね。えこのアラムンは何話ぐらいだったんですか。12話。あ12話か、うん、そっか、ちょうどいい。じゃあもう120回ぐらい見るわけですねなるほど、はい、というわけで皆さん、はい、あのよかったらアラムンもですね見てください。私の推しは DP です。はい、はい、じゃあこのアラムンはディズニーなんです、うん、あディズニープラスなんだすいません、今まで私たちが言ってきたの大体ネットフリで見るやつですね。はい、ネットフリしますね。ネットフリ、そうですね、はい、あのアラムンは、まさかのディズニープラスでしたが、それ以外は、ネットフリで見れると思いますのでぜひ見てみてください、はい、じゃあまたあ来年もね、はい、はい、ラジオ続けたいと思いますので、はい、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、良いお年を。良いお年を。さよなら。さよなら。